一輪の花のように君は優しく賢く美しい砂ぼこりの晩毎日に見えて優しさのもため息をついてそれでもまた取り込まれて、踏みつぶされ、泣き。
出口を出た際には1枚取って、からお帰りになっていただけたらとても嬉しいです。あ、鼻水出てきた。本当に寒い中、そして早い時間からこうしてお集まりいただきまして本当にありがとうございます。今年最後の名古屋でのライブ、そして、あと残すところ2回しかここの場所で歌えないというチャンスが、残っている状態なんですけれども、本当にいろんな悲しい事件もたくさん起こってはいますが、私は一生懸命頑張っている人たちを全肯定して歌っていきたいと思っております。そして何よりも地球の平和というものを、少しでも一人でも多くの人に、伝えられたらと思って歌っております。もし私の歌、声、歌詞何か響いた方はぜひ、荒牧亮で検索してもらって、皆様の心の中に、そして携帯の中に、音楽を入れて日常に持っていってもらえたらなと思っておりますが、 CD とかも売ってますのでもしよかったら、何か買っててもらえると音楽活動の励みになりますので、よかったら何卒お願いいたします。そして次で最後の曲になるんですけれども、今年の本当に今日は選んでいる曲は、今何を伝えたいのかという曲を、厳選して選んで歌っております。そしてこの曲も、そんな気持ちをありったけに込めた曲となっております。今年の名古屋ライブはこれで終わりなんですが、来年1月28日に、新栄のハートランドでライブが決まっておりますので、寒くないところで存分私のライブを浴びていただけたらなと思います。詳しくは一番、早くに聞いていただけるのは、情報をゲットしていただけるのは
ツイッターとなっておりますので、皆様フォローよろしくお願いいたします。そして Go to Stardom っていう、オーディションの、にエントリーしております。メールアドレス一つで投票することができますので、皆様のご協力いただけると大変ありがたいです。グランプリ取れるとメジャーデビューが決まりますので、皆様何卒よろしくお願いいたします。では、今日もね、本当寒い中この後ライブとも待っておりますので、心を温めて帰っていただきたいと思います。今日はありがとうございました。そして今年は大変皆様にお世話になりました。ありがとうございました。荒牧亮でした。来年もどうぞよろしくお願いいたします。突き進むような君の強さ忘れないで、どんな時も君のそばにいるよ、手を伸ばせば届くところにいつだってずっと深い森。
進むような君の強さ忘れないで、どんな時も君のそばにいるよ、手を伸ばせば輝いて晴れた道を切り開くよ、thank you.